自立のきっかけとして非常に有効だと思うんです、中学受験っていうのは。で、学校によってそれぞれの特色がありますから、自分がどこの学校に向いているのか、それは成績じゃなくて実際にそこの学校の文化祭なり体育祭なりに足を運んで肌で感じればいいんですよ。子供なりになんとなく、あ、ここはいいな、ここは嫌だなっていうのを感じます、成績じゃなくて。で、自分に合うと思える学校に進学すればいいんです。成長期、中学生高校生ぐらいの子供にとって最も大切な環境的要因っていうのは同じ時間を過ごす仲間です。中高生の間っていうのは基本的には群れで行動することが多いんで、自分が成長できる群れに合流する、そのための機会が中学受験だと思います。子どもの自主性を大切にする学校と全く考慮しない学校と2通りあります。で、巷でレベルが高いと言われている学校はみんな校風の細かい違いはあるんですけれども、子どもの自主性を重んじるという点で共通しています。学校指導型で勉強を強いるんじゃなくて、学校指導型で大学受験を選ぶんじゃなくて、子どもがやりたい方向に自由に進めるような環境、これは実はごく一部の学校でしか存在しません。まあ、東大の合格者数を増やすことによってのし上がっていくタイプの学校っていうのは、自主性を重んじていると子どもが怠けるんで学校の実績が下がると。で、また親も安心して預けられる学校、学校でガンガン勉強させる、宿題を出す、居残りもさせる。伸びる子どもっていうのは自分を大切にするんで、頭ごなしに何かをやらされるっていうことに非常な抵抗を感じるんですよ。だからそういう伸びる子どもをがんじがらめの学校に入れると絶対に不適応を起こします。で、中学入試問題そのものが学校の顔であり自己主張の一番大きな場なんですよ。で、その相性っていうのは問題解いてればわかるんです、子どもに。この学校の問題は解いてて楽しい、そういう学校に行けばいいんです、成績じゃないです。その勉強っていうのを試験に受かるためのものだっていうふうに捉えてはいけない、入試を目標にしてはいけない。やはり何かのきっかけで次のステージに進む、入試に受かるっていうことは次のステージに進むというだけのことに過ぎません。で、ステージが進むごとにどん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 ハードルは高くなります。で、一つのハードルを超えたらもうあとはパラダイスだと、そういうことはありえない。ハードルを超えれば超えるほどどんどんハードルは高くなっていく。だからハードルを飛び越えること自体を喜びとしなければ人生はとても辛いと思います。